はい、皆さん、こんにちは。レク不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、今回はこちらのテーマですね。まだ間に合う、2018年単刀一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。これからですね、そうですね、いろいろな角度から、年明けからでも2018年の単刀式試験に間に合わせることができるんだということを、ね、説明していきます。まずは前提としまして、この不動産鑑定士の試験制度ですね、試験の中身についてお話をしていきます。はい、鑑定試験ですね、一番の特徴としましては、まずは単刀式試験というのを受けていただきまして、でそれを突破した方が論文式試験で最終合格、つまり、2段階の選抜方式になっているというのが、この鑑定試験の一番の特徴ということになってきます。公認会計試験とかと同じような試験制度ということになってきます。なので、まずは、こちらの単刀式試験の方から確認をしていきます。単刀式試験、どういった科目で試験が課せられるのかといいますと、2科目ですね、2科目です。行政法規という科目と、鑑定理論という科目ですね、2科目から試験が課せられます。不動産というのは勝手気ままに使えるものではありませんので、さまざまな法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名は聞いたことはないでしょうか。そういった不動産に関する、36の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。宅建試験とかを勉強された方は、宅建試験で学んだことの4割ぐらい、建築基準法とか都市計画法とか学んだと思うんですね。4割ぐらいがかぶってくるのがこの行政法規という科目です。なので、かなりリードできた状態で始めることができるのがこの行政法規という科目になってきます。一方は鑑定理論ですね。鑑定理論、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出す、これ鑑定評価というんですが、その鑑定評価を行う際の考え方、理論を学んでいくのがこちらの鑑定理論という科目になってきます。いずれもマークシート方式、択一方式で出題されまして、40問ずつを2時間ずつで解いていく、そういった試験ということになってきます。では、いつ試験が行われるのかってことですね。試験期日です。例年5月の中旬の、第2日曜日ですね、5月の第2日曜日が、母の日が例年通りですと試験日ということになってきます。まだ正式には発表されていないんですが、例年通りですと2018年度は5月の13日が試験予定日ということになってきます。はい、では、どれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。単刀式試験、合格率は約30%ということになってきます。宅建試験がだいたい合格率が15%ぐらいですので、単純に合格率ということですと、宅建試験よりもこの単刀式試験の方が受かりやすい試験ということになってきます。3人に1人ぐらいが合格できる、そういった合格率ということになってきます。点数的にはだいたい今6、7割ぐらいの点数を取れば合格することができます。では、どれぐらいの勉強時間を確保すれば合格することができるのかってことですね。一応の目安としましては、標準的な学習時間はだいたい500時間ぐらい、これは講義の時間も含めてです。講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらい勉強時間を確保していただければ、十分にこれ合格することができると言われています。宅建試験ばかり比較をねしてしまって申し訳ないんですけど、宅建試験がだいたい300時間ぐらいで合格できると言われてますので、その1.5倍ぐらい勉強していただければ単刀式試験合格することができると言われています。で、この単刀式試験突破しますと、次はこの論文式試験ということになってきます。で、課せられる科目はと言いますと、行政法規という科目は、単刀式試験だけの科目ですので、論文式試験では出題されません。一方、鑑定理論というのはやっぱり鑑定士の専門的な科目なんですね。やっぱり鑑定士としては重要な科目ですので、論文式試験でも出題されます。加えて、民法、経済、会計学、計4科目で試験が課せられるというのが論文式試験の特徴ですね。科目数が多いというのがこの論文式試験の特徴ということになってきます。なので、この論文式試験合格するためには、バランスよく学習をしていく必要があります。基本的には、得意科目はいりません。苦手科目が1科目でもあると、なかなか論文式試験合格することができないということになってきます。鑑定試験は相対評価の試験ですので、要はみんなが書けるところは自分も書けるように準備しておいて、逆にみんなが書けないところは、全然ね、難しい問題は気にする必要がないということですね。基礎を重視して、バランスよく全科目学習をして、で、全ての科目について
平均的な答案を書ければ別に差をつける必要はありません。すべての科目について平均的な答案を書ければ合格することができるのが論文式試験ということになってきます。やっぱり何かしらこう苦手が残ってしまうわけなんですね。で、そこで不合格になってしまいますね。とにかくまんべんなく勉強して、平均的に、もうね、全然トップクラスの答案じゃなくてもいいです。平均的な答案を、ポイントは全科目揃えれば合格することができるということですね。そういった試験が論文式試験ということになってきます。では、いつ試験が実施されるのかってことですね。試験期日です。例年ですね、8月上旬の土日月の連続する3日間が試験日ということになってきます。最終日月曜日平日ですので、お仕事されている方はね、事前にお休みを取っていただく必要があります。これもまだ正式には発表されていないんですけど、例年通りですと2018年度は8月の4、5、6が多分論文式試験の試験日程ということになってきます。で、論文式試験ですね。論文、文章を書く、そういった試験です。で、この真夏真っただ中の3日間で文章をこう書き続けなきゃならないわけなんですね。まあ、体力的にもね、大変な試験がこの論文式試験ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。合格率です。論文式試験は約15%の合格率、つまり7人に1人、しか合格できない、そういった合格率ということになってきます。この7人というのは担当式試験で受かった人7人のうちの1人ですので、なかなか厳しい試験だと思います。いつもこの合格率の厳しさをちょっと言い訳的に説明させていただくんですが、比較的合格率の高い取りやすい資格試験というのは、じゃあその資格試験を受かってすぐに就職転職に直結するかというと、なかなか厳しい部分はあると思うんですね。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのはもちろん受かるのは大変です。ただ合格しますと希少性を生み出しますので、結果就職転職に直結するということになってきます。鑑定士もこれ合格すれば、今ね、売り手市場ですので、就職転職に直結していきます。そういった合格率だとね、ちょっと意識するようにしてください。はい、では、どれぐらいの勉強時間確保できすれば論文式試験は合格することができるのかということですね。目安としましては、標準的な学習時間はだいたい2000時間ぐらいと言われています。科目が4科目に増えて、しかも論文、文章を書く訓練もしなければなりませんので、少なくとも2000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があります。さらに鑑定試験の特徴としまして、一応2つほど特徴ポイントを指摘することができます。まず1つ目は、一度担当式試験に合格しますと、論文式試験が最大3回受験できる、そういった制度、いわゆるね、担当免除制度、言葉に変える参審制度、そういった制度になっています。さらにもう1つ特徴としましては、短期合格が可能となるように試験問題の見直しが、これ平成、2016年ですね、平成28年度から実施されています。今、鑑定業界はものすごく人手不足なんですね。で、国土交通省、これ試験の、主催機関なんですが、危機感を持ってまして、で、やっぱさすがにちょっとまずいということで、学生の方だったり、異業種の方も積極的にこの鑑定試験にチャレンジしてもらうように、こう試験問題の見直しというのがここで実施されています。要は、受かりやすくしているということですね。基礎を重視した問題の内容形式、さらには採点にどんどんね、変わってきています。なので、ここ数年ですね、本当に短期で受かる方がどんどん増えている、そういった流れになっています。はい、では、踏まえてですね、じゃあ皆さんが鑑定士興味持っていただきました。では、年明けから、じゃあ最短で鑑定士になるのはどういったルートかと言いますと、2018年度に担当論文ストレートで受かるというのが、これが最短ルートにはなります。ただ、さすがに年明けから2018年度担当論文両方とも一発で受かるというのは、これなかなか厳しいというのはなんとなくイメージしていただけると思うんですね。なので、まずはやっぱり、そうですね、担当式試験に特化していただきたいということですね。特に働きながらの方が鑑定試験の、受験生は、大半ですので、まずは、担当に特化していただきたい。つまりは、どういった戦略がおすすめかと言いますと、担当免除制度をやっぱり活用していただくということになってきます。つまりは、まずは担当に特化して、短期に、2018年度の5月に担当に受かっていただいて、試験を受けていただいて受かっていただいて、で、担当の負担をなくしていただいて、論文学習に専念していただいて、2019年度に論文式試験担当免除をうまく使って合格していただく、この2段階に分けて、担当と論文に分けて免除制度を使って行っていくのが、遠回りのようで、やっぱり働きながら等々の方は
戦略的なスケジューリングになってくるんだということになってきます。なので、まずは年明けからはこの担当に特化していただきたいということですね。で、担当に特化したコースとしましては、レックでは通常のコースですね、2018担当パックですね、全54回の通常のコースがあります。もちろんそちらを取っていただいてもいいんですが、ただ年明けから短期に担当の合格を目指す、そういった方におすすめのコースパックというのがありまして、そちらがですね、年明け4月4ヶ月間で担当合格を目指します2018担当スーパー速修パックですね。こちらおすすめということになってきます。で、このパックの特徴ですね、お話をしていきます。はい、Q&A で特徴が示されてますので、こちらを使って確認をしていきます。はい、まずは先ほど示しました、通常の担当パックとの最大の違いはどういったところなのかっていうことです。それはズバリ、講義回数が少ないということになってきます。講義回数をあえて少なくしています。この図があるんですけど、図があります。通常のコースは全54回です。一方、この担当スーパー速修パックはもう半分ですね、圧縮して全27回です。27回ですね。半分の回数になっています。じゃあ、でも半分なんで知識が少ないんじゃないか、足りないんじゃないかと思われる方いると思うんですね。決してそんなことはないです。通常のコースというのは、これ確実に合格をすることを目的としまして、講義の中においてはちょっと保険的に C ランク的な、そういった分野についても説明をしていきます。さらに、通常のコースの中には知識を再確認するまとめの講座なんかも含まれています。で、もちろんそれ、しっかりと消化していただけるんでしたらば、時間的に余裕がある方でしたらば、この通常のコースの方を取っていただいて、担当合格を目指していただくのは全然ありだと思うんですけど、ただ、特に働きながらの方で、不合格になってしまう一番の理由は、お仕事がお忙しくなってしまって、結果、講義を見切れずに消化不良になってしまって不合格というのが一番の理由なんですね。つまり、例えば再確認のまとめの講座なんか入っていても、結局それ見切れなければ、つまり消化できなければ意味がないわけなんですね。なので、過去問を徹底的に分析して、徹底的に担当の知識に絞り込んで、消化不良を起こしにくい、そういった戦略的なカリキュラムがこの担当スーパー速修パックということになってきます。要は、10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期間で戦略的に合格を狙う、そういったスタンスのパックがこのスーパー速修パックということになってきます。十分に知識は足ります。しっかりと合格できる知識は講義の中で指摘をしていきますので、十分に知識が足りる、そういったパックになっています。とは言っても、じゃあ次の QA ですね。とは言っても、さすがに年明けから2018年度の5月の担当式試験に間に合うの、合格できるんですかってことです。先ほど言いました通り、年明けから担当論文まで含めて一発合格というのはさすがに現実的ではない、不可能とは言えないんですけど、なかなかそれ現実的ではないです。一方で、担当だけに絞ってくれるならば、担当だけならば、これ速修パック取っていただければ十分に合格することは可能です。それはなぜかと言いますと、知識を入れていくインプット講座、これ通常のコースよりも回数を絞っていますので、復習時間が圧縮されるわけなんですね。通常のコースと違って、知識をインプットしていくインプット講座、回数を絞っていますので、講義時間も少なくなりますし、それとともに復習時間も少なく済みます。つまりは、通常のコース、先ほど指摘した通り、合格するまで平均的な学習時間がだいたい500時間です。一方で、このスーパー速習パックは講義の時間も少なくて、しかもそれに伴って復習の時間も少なく済みますので、だいたい400時間ぐらい勉強時間確保していただければ、これ十分に合格することができます。で、ちなみに年明けで本試験5月ですので、だいたい4ヶ月間ぐらいあるわけですね。120日です。資産120日。じゃあ、400時間を120日で割って
ていただきますと、1日あたりどれぐらい勉強すればいいでしょうかね。1日あたり、単純に1日あたり、まあ、3.3 時間とかね、だいたい 3.3 時間です。で、週末ある程度多めにやっていただければ、平日はだいたい1日2時間ぐらい勉強時間確保していただければ、十分に400時間クリアすることができます。でこれ、通勤通学の時間入れていただいて全然構いませんので、例えば通勤で2時間ぐらい往復かかる場合には、その時間の勉強時間ですね、その時間を勉強時間に当てていただければ、十分にこれ400時間クリアすることができるということになってきます。年明けからでも十分に間に合わせることができます。さらには例えば宅建試験をもう勉強したことがあるとか、さらには、その他の資格の勉強でこの担当式試験を含んだようなそういった勉強を行ったことがある、そういった方ですれば、さらにこの400時間を圧縮できて、さらにはこう例えば300時間ぐらいとかで合格することも十分できると思います。実際昨年度この速修パック取っていただいて合格した方の中には300時間前後で合格している方が、ね、いっぱいいらっしゃいます。十分にこれ圧縮することができます。では初期投資ですね、受講料どうなってるんですか。重要なことですよね。これ回数も圧縮してますので、それとともに、受講料についても通常のコースよりもかなりお安くなっています。割引等々を使っていただければ、だいたい通常のコースの 6,7 割ぐらいの受講料でこれ申し込むことができます。ただ、安かろう悪かろうなんじゃないかってことですね。ではないです。一番下ですね、悪かろうなので、使用するテキストだったりアウトプット、答案練習会、答練等々の問題は通常のコースとは違うんじゃないか、どういった内容なのかってことですね。使用するテキストだったり答案練習会、答練等々の問題や模試なんかは通常のコースなんかとは違う、そういったものなんじゃないかってことですね。そんなことはないんですね。これ通常のコースとほとんど同じです。つまりはメインテキストであります、この合格基礎テキスト、さらにはデックで特別に作っていますこの足別の過去問集で、過去問集、これら教材がすべて受講料に含まれています。この担当スーパー速修パック取っていただければ、他にも余計なもの一切取る必要がなく合格する力が身についていきます。後からテキスト買わせたりとか、後から何か講座取ったりとか、そんな人は一切ないです。この速修パック取っていただければ十分に教材等々入ってますので、十分に合格することができる力が身についていきます。ではこの速修パックコースのちょっと構成を見ていきましょう。ちょっとページ進んでいきます。大きくこのスーパー速修パックですね、構成としましては、まずは、基礎知識を身につけていく担当基礎記がありまして、担当基礎記ですね。で担当基礎記終わると、今度は担当完成記ですね。要は、問題を解いていくアウトプット期が担当完成期ということになってきます。まずは知識を入れていきます。担当基礎期ですね、具体的にはこの担当スーパー速修講座というですね、この速修パック専用のインプット講座を受講していただきます。速修パックですね、専用の担当スーパー速修講座ですね、知識をインプットしていく講座です。鑑定理論11回、行政法9回の全20回のインプット講座ということになってきます。各回1回あたり 2.5 時間の講義時間でかける20回のインプット講座ということになってきます。で知識をざーっと身につけていただいて、効率的に身につけていただいて、で次が担当完成期ですよね、実際問題を解いていただきます。担当実践答練というものと、全日本担当公開模試ですね。実践答練各回3回ずつ計6回です。名前の通り本試験と同じようなレベルの実践的な問題を解いていただきます。で公開模試は全国レベルで最後の仕上げですね、模試受けていただきます。それぞれ2時間ずつで問題を解いていただいて、で50分の解説を聞く、そういった講義の流れになっています。でこの実際問題を解いていく担当完成期ですね、こちらは通常のコースと共通です。これ通常のコースと共通の問題ですね、あと通常のコースと同じような問題を解いていただきます。要はインプットについてはこの速修パック専用の
担当スーパー速習講座で効率よくですね、少ない回数で効率よく知識をね、ガーッと入れていただいて、で実際問題解いていくのはその通常のコースの方たちと合流していただいて、で通常のコースの方たちとね、競い合っていただいて仕上げていく、そういった流れになっていきます。で受講形態なんですが、まずはこの担当スーパー速習講座インプット講座ですね、これ通信のみで実施していく講座になっていきます。通信受講ということですね。あの生クラスはありません。ただ自分はちょっと生クラスペースメーカーにして通いたいので、ちょっと残念だなって方もいらっしゃると思います。もちろん生クラスそういったねペースメーカーになるとかメリットがあります。ただ生クラスはちょっと若干デメリットもあります。特にこう働きながらの方なんですけど、例えば通常のコースですと生クラス、毎週日曜日に、2コマずつ講義受けていただく形なんですね、午前10時からと午後1時半から、2.5 時間かける2コマなんて5時間で、昼休み挟むと、まあ、計6時間で、通っていただく時間なんかも含めますと、まあ、要するに7時間ぐらいは、丸々時間を確保していただかなければならないということですね。これなかなかやっぱり働きながらで、当然あの週末とかもあの家族サービスとかいろいろあると思うので、なかなか7時間を毎回毎回毎週ですねこう確保するというのは大変なことではあるんですよね。特にこれ年明けから担当合格間に合わせる、そういったパックがスーパー速習パックですので、どちらかというとやっぱりこれ通信で効率的にやっぱり受講していった方がやっぱりですね、あの受講しやすいはずです。1コマあたり 2.5 時間なんですけど、1回の講義が、4ユニットユニット制になっています。4つのユニットに分かれていて1回の講義になっています。1ユニット35分でかける4ユニットでだいたい 2.5 時間の、まあ、1回あたりの講義です。なので例えば朝ちょっとね頑張って早く起きて1ユニット分35分をまずは講義を受講して、で出勤をして、で帰宅してから残りの3ユニットを受講するみたいな形に、細切れの時間にやっぱり講義を受講することが通信ですできるわけなんですね。つまり自分のスケジューリングに講義の方を当て込むことができるんですね。特に働きながらで年明けから短期で担当合格を目指す場合には、やっぱりそういった隙間時間に講義を入れていくことができる通信受講の方がやっぱり、ね、こう進めやすいということになってきます。はい、でこのアウトプットですね、問題実際解いていただくこの担当実践討論と全日本公開模試、こちらについては生クラスがあります。生クラスのスケジュールについてはこちらですね。まず担当実践討論、こちらは、東京の水道橋本校だけになってしまうんですが生クラスがあります。東京の水道橋本校だけなんですが生クラスがあります。3月25日から毎週日曜日ですね、午前中10時から行政法規、午後の2時から鑑定論ですね、1日2科目ずつですね、3週にわたって計6回ですね生クラススケジュールがあります。特に東京の試験会場、例年通りですとあの水道橋にあります日本大学があの試験会場なんですね。この水道橋本校の本当にすぐ裏ぐらいです。で本試験って日曜日の朝10時から試験が開始されるわけですね。なのでこう毎週毎週このね実践討論の生クラス通っていただければ、毎週毎週本試験のこうねシミュレーションができる、そういった効果もありますので、ぜひ通える方はね担当実践討論生クラス通ってみてください。あの実際に周りに多くの方ライバルがいる中で解くことができますので、いろんなねプラスの効果があるはずです。でこの公開模試ですね、全日本担当公開模試、こちらについては、定型校を含めまして全国で16カ所で実施がされます。水道橋本校を含めて札幌、仙台、静岡、富山で、定型校の金沢校で、梅田駅前本校、京都駅前本校、神戸、岡山、広島、山口、高松、松山、福岡、那覇校ですね、全16カ所で公開模試実施されます。日程としましては、4月の15日ですねが公開模試の日程になっています。最後の公開模試だけは生で受けていただきたい、受けてみたいという方は、ね、こちらの 16の実施本校ですね、おそばにあるんでしたらば、ね、実際やっぱり公開模試は最後ね生で受けてみるようにしてください。で申し込み形態ですね。なので
受講の形態としましては、すべて、ね、答例まで含めて、ね、アウトプットまで含めてすべて通信で受けるパターンと、模試だけ通学するパターンと、あと水道橋本校だけですけど答例と模試を通学するパターンですね。一応3つの形態が考えられます。で、通信での受講なんですけど大きく2つですね。ウェブで受講するか DVD で受講するか、いずれかです。あの講義内容は全く同じです。ネット環境でウェブで見るのか、まあ、DVD が送られてきてそれを見るのかってことですね。DVD は映像として手元に教材が残るので、その分若干、ね、お値段高くなります。で、ウェブの方はあの視聴期限があります。皆さんが受けるのは5月の本試験、その5月の末までが試験、視聴期限ですね。それ以降は見れない形です。ウェブのメリット、いいところは、まあ、どこでも、要はスマホだったりタブレットだったり、どこでも受講することができます。さらにウェブの方ですと、あの音声のデータをダウンロードすることができます。音声のデータについてはダウンロードすることができますので、それをしっかりダウンロードしていただければ、もちろんそれ視聴期限ありませんので、5月の末以降においても音声についてはね、見ること聞くことができるということになってきます。で、ただ通信だと講師に質問することができないんじゃないかってことですね。一応あります。この担当スーパー速習パック取っていただければ、メールでの質問制度、教えてチューターですね。そういった制度がこれついています。これ回数制限なしでメールで質問できます。勉強の方向性だったり方法だったり、もちろんあの講義内容等々ですね。何でも質問を受け付けます。基本的には鑑定理論については私が直接できるだけ短い期間でお答えするようになってますので、あのそれほど不便なく質問についてもね、対応することができるはずです。で、この担当スーパー速習講座で受講していただいて、で見事担当に受かっていただきますと、次あの論文だけのしっかりとした2019論文コースというのが、論文合格コースというのが、ね、ちゃんと準備されています。で、見事一発で受かっていただいて、例えばの合格体験記とかあの写真なんかを提出していただくと、この論文合格コース半額で申し込めるような、そういった割引制度なんかもご用意してますので、まずは論文の方についてはね、ちょっと一旦考えないでいただいて、担当だけを目指していただくということですね。で、仮に残念ながらあと何点かで担当不合格になってしまった、そういった方についても、2019年度の通常の担当のコースをやっぱり半額で申し込める、そういったサポート制度なんかもしっかりと、ね、準備していますので、まずはこのスーパー速習パックで短期間でぜひですね、2018年度の担当合格を目指していただきたいということです。で、特にこんな方がおすすめです。まずは宅建試験の知識を持っている方ですね。特に直近に宅建試験受験されて知識がまだ残っている方ですね。本当に一番宅建で学んだ知識、親和性が高いのはこの鑑定試験です。で、宅建試験で学んだ知識残っている方は今宝を持っている状態ということですね。ぜひその宝を生かしてください。で、あの期間が過ぎれば過ぎるほどやっぱどんどん忘れてしまいますので、できる限り早くこう別の資格で、一番親和性が高いのは鑑定試験ですので、ぜひ宅建受けられた方はこの鑑定試験ですね。今身につけている知識を生かしていただきたいということになってきます。で、続いては、ですね、これ大事なことですね。あの受講料を少しでも抑えたいって方ですよね。この値段はあの他の予備校さんの値段だったり、さらには他の資格の値段だったり比べても、これかなりあの安い初期投資で始めることができるはずです。まあちょっと高くしてもいいんじゃないかなと個人的に思うんですけど、あのそれぐらいお安い金額になっていると思います。他の予備校さんの値段だったり他の資格の受講料と比べても、ね、十分にこれ受講料を抑えられた値段ですので、初期投資少なく始めることができるということになってきます。それには、短期集中型の学習がしたい方、まあ、それに合ってる方ってことですね。比較的余裕のある期間で、まあ、通常のコースで、まあ、勉強する、まあ、それもね、いろんなメリットがあります。早めの段階で通常のコースでゆっくりと担当合格を目指す、それはそれでメリットいくつもあるんですけど、ただ長くかけるということはやっぱりどうしてもこう波が出てきてしまうので、モチベーションをずっと維持しなければならない、そういった別の意味での大変さがあるわけなんですね。やっぱり期間が長いほどモチベーション維持というのがやっぱり大変になってきます。
で、短期集中も年明け4ヶ月ってことですね。モチベーション維持とか、そんなことも考える暇もなく、本試験が来てしまいますので、そういった意味では、こう波なんかを考えずに、こうガッと集中して勉強する、そういったことが自分に合ってるって方は、このスーパー速成パックおすすめということになってきます。特に今までこの鑑定試験、何かしらこう勉強したことがあって、でちょっと一旦諦めたんだけど、もう一度このね鑑定試験チャレンジしてみたい、そういった方も、実はこの担当スーパー速成パックおすすめです。コンパクトに知識がまとまっていますので、もう一度勉強し直すって時にも、このおすすめなのが担当スーパー速成パックということになってきます。さらにはご一定意識の人ですね、もう担当合格を最短で目指したいって方ですよね。中には年明け、つまり2018年度になってしまうと、さすがに間に合いそうないので、ゆっくりと2019年度に向けて講座を取って勉強してみたいなんて方も、ね、いらっしゃると思います。まあ、一つの考え方としては全然ありだと思うんですけど、ただ2018年度の担当にまだまだ間に合うので、ちょっともったいないわけなんですね。最終合格、論文合格を近づけるためには、一番のポイントは早く担当に合格することです。早く担当に合格して、担当の負担をなくして、で論文に専念するというのが重要なので、少しでも2018年度の担当の合格間に合わせることができるならば、やっぱり2019年度を目指すよりも、ぜひこのスーパー速成パックで2018年度の短期合格を目指していただきたいということです。年明けから担当を間に合わせることができる、そういったコースを用意しているのはもうレックだけです。なので、ぜひこの担当スーパー速成パック取っていただいて、本当にこれギリギリでも構いません、ビルでも全然構いませんので、ぜひですね、担当を間に合わせていただきたいということになってきます。で、今鑑定業界は本当に人手不足なんですね。人手不足だからこそ、試験制度改革とか国交省とかね、推し進めてるわけなんですね。でしかも、鑑定士の平均年齢がかなり高い、だいたい60歳以上の方が4割ぐらい、そういった今鑑定士のこう、ね構成になってるんですよね。なんで今こう、ね世代交代の時期になっています。つまり世代交代の時期で、今も試験制度改革、こういったね試験、世代交代の波、さらにはこう試験改革の波にうまく乗っていただいて、で短期に合格していただいて、次の鑑定業界の担い手にぜひですね、皆さんがなっていただけたらなと思っております。はい、では以上をもちまして、私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。